押し売り店員 vs 押しに強いママ。あ、この服いいな、何んかしら。あ、ちょろそうな客。服売り付けよう。あ、その服かわいいですよね。あ、私が先に見つけたので。取ろうとしてません。お探しならお手伝いを。あ店員さんお探してないです。わかってます。お洋服のお手伝いさせてください。いや、だから大丈夫ですから。いや、ぜひ、わからないことあれば、何でも答えれるので。何でも。あ、じゃあ、よし、きた。 何でも聞いてください。私わからないことないので。松本一志の復帰時期って。できれば服のことで。あれこの服もいいかも。それ可愛いですよね。私も私服で持ってます。え本当に本当です。じゃあなし。どうしてですかじゃあ、こっちとか絶対似合います。いやあのだから自分で決めれますので。そう、言います。私がスタイリングした方が絶対可愛くなりますから。いや私一人で十分ですから。<laughs> お客さん。私一応。 アパレル店員です。いや、店員さん、私一応。鳩 <laughs> とです。何が全然関係ない。あの、私の方が若者の流行がわかりますし。いや、私の方が若いと思いますけどね。若いって服装がはい。本気でおめかしすれば。ババアセモヨが私が本気の時は、周りからも言われますからね。えまさか、すごいオシャレな人通称。 歩くファッションセンター。多分全身島村。まあだからこういうプチプラブランドの店員さんよりはね <laughs>。いやでもその服装はね。いや、これはただの寝巻きだわ。寝巻きでエプロンも変ですよ。まあ店員さんとは系統が違いますからね、ファッションの。えじゃあお客様、<laughs> 今日のファッションについて語れます今日も一日燃えスキるファッションじゃないファッションあ、そっちか二択外したまあそっちも詳しいですけどね。詳しいならこれとかわかりますこの手の。あー、これね。 分厚いてですね。手自体じゃなくて、これ、ルイ・ヴィトンの。え<っ> <laughs> ルイージーと・ジトン。なんて言いましたこれ他社の、他の革製品です。あ、はいはいはい。勘違いしてました。手の革まだ勘違いしてる。アクセの話です。アクセ装飾品。装飾これはルイージー・ジトンわざと言ってますいやいや、もう最初からその部分はオシャレだなと思ってましたよ。お客様はオシャレ好きなのにつけたりしないんですか LV は。私 SV なので。L サイズの V じゃないですよちょ、ちょっと、さっきから何言ってるんですか全部冗談です。そのすっごい太い手に似合ってますよ。太い手おしゃれに着てたのに。あら。私のシャレが効きすぎましたね。チャンネル登録と高評価、よろしくお願いしますね